皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。どうも、トロピカプレゼンテーターのブッチです。今回は誰でもできる上部フィルターで水草水槽、おすすめ水草5選とその方法というテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは高品質で低価格な規格サイズアクリル水槽を販売しています。詳しくは概要欄をご確認ください。さて、今日はこれから水草水槽を立ち上げようかと考えているアクアリストの方におすすめしたい上部フィルターを用いた水草育成の方法についてお話ししていきたいと思います。上部フィルターは値段の割にろ過能力が高く、コストパフォーマンスが優秀で、メンテナンスもしやすいので愛用されている方も多いと思いますが、こと水草育成に関しては CO2 添加や照明との相性が悪いことから、上部フィルターは使用するべきではないと言われることが多いです。しかし、そこで諦めてしまって良いのでしょうか。いや、諦めるのはまだ早い。設備に一工夫加えたり、植栽する水草選びをきちんと行うことができれば、上部フィルターでも水草の育成を十分楽しむことができます。せっかくなら新しく外部式フィルターを買い足すよりも、今ある上部フィルターを使って安く手軽に水草水槽を楽しんでみたいですよね。ということで、今回は上部フィルターでも問題なく育成することができる水草を5種類と、上部フィルターを用いて水草水槽を楽しむ具体的な方法について解説していこうと思います。今日ご紹介する水草はこちらの5つです。 1. ミクロソリウムプテロプス、 2. アヌビアス7、 3. アヌビアスバルテリー、 4. クリプトコリネ、 5. アマゾンソード。そして動画の後半では、水草水槽で上部フィルターを用いる際のデメリットと、その具体的な解決法についてもお話ししていきたいと思います。上部フィルターで水草水槽、実は全然できちゃいます。これから水草水槽を立ち上げようと思っている方も、そうでない方にも役立つ情報だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは、上部フィルターで育成することができる水草5種類から1つずつ解説していきます。上部フィルターで育てられる水草、1、ミクロソリウムプテロプス。ミクロソリウムプテロプスはミクロソリウムの代表種ともいえる、深い緑をした幅広の葉を持つ存在感のある水草です。丈夫で CO2 や強い光がなくても十分育成することができるので、アクアリウム初心者さんにもおすすめされることが多い水草です。他にもミクロソリウムナローリーフやミクロソリウムトライデントなど、たくさんの種類のミクロソリウムが丈夫で育成しやすく、 CO2 添加がなくても育てることができるので、ぜひお気に入りのミクロソリウムを見つけて植栽してみてはいかがでしょうか。丈夫フィルターで育てられる水草に、アヌビアス7。アヌビアス7は水草の入門種として紹介されることも多い、大きな丸い葉を持つ深緑色の里芋科の水草です。石や流木に活着する性質を持ち、水質にもうるさくなく、丈夫で CO2 や強い光を必要としないので、丈夫フィルターを用いた水槽でも問題なく育成することができます。深緑色の落ち着いた色合いは水槽全体にも非常に落ち着いた印象をもたらしてくれます。成長速度はゆっくりで、苔がつきやすいので、ヤマトヌマエビなどの苔取り生態を一緒に入れておくと良いでしょう。上部フィルターで育てられる水草3、アヌビアスバルテリー。アヌビアスバルテリーはアヌビアス7よりも大きなハート型の葉を持つ深緑色の水草で、アヌビアス7と同様に丈夫で非常に育てやすいという特徴があります。こちらも石や流木に活着するという性質があるので、活着させて配置することで管理がしやすく、後からレイアウトの変更もしやすいのでおすすめです。高さは15センチから30センチくらいと、アヌビアス7よりも大きくなることが多いので、水槽の中景から後景に配置すると良いでしょう。上部フィルターで育てられる水草4、クリプトコリネ。クリプトコリネは東南アジア原産の水草で、独特の細長い葉を持ち、落ち着いた色合いをしていることから、水草水槽レイアウトには頻繁に用いられる水草です。 CO2 はなくても育てることができますが、より早く大きく成長させたい場合は添加した方が良いでしょう。落ち着いた色合いはアヌビアスやミクロソリウムとも相性が良く、種類も豊富なので、作りたいレイアウトのイメージにぴったりのクリプトコリネを探してみてはいかがでしょうか。上部フィルターで育てられる水草5、アマゾンソード。アマゾンソードはその名の通り南米原産の水草で、主に中景から後景草として用いられることが多いポピュラーな水草です。とても丈夫な水草で、育てやすく、初心者向けの水草としてもよく名前が挙がります。
成長に強い光は必要なく、二酸化炭素の添加はなくても育ちますが、添加すればより早く成長させることができます。水質変化にも強く、とても扱いやすい水草なので、丈夫フィルターを用いた水草水槽にも相性は良いでしょう。以上、丈夫フィルターで育てられる水草5選でした。続いては、丈夫フィルターを水草水槽に用いるデメリットとその解決策についてお話ししていきたいと思います。丈夫フィルターで水草水槽を楽しむためには、次の2つのデメリットをクリアする必要があります。 1. 二酸化炭素が放出されてしまう。 2. 照明が遮られてしまう。詳しく解説します。丈夫フィルターを用いるデメリットと解決策。 1. 二酸化炭素が放出されてしまう。丈夫フィルターを用いる大きなデメリットの一つとして、せっかく添加した二酸化炭素がすぐに抜けてしまうということが挙げられます。丈夫フィルターをお使いの方であればご存知かもしれませんが、飼育水に空気をさらすことが多い構造になっているので、飼育水に溶け込んだ二酸化炭素が逃げてしまいやすいです。二酸化炭素が逃げてしまうことを考慮して過剰に添加してみるというのも一つの手ではありますが、調整が非常に難しく、ロスしてしまう二酸化炭素のコストもかかってしまうので、あまり現実的ではありません。では一体どうすれば良いのでしょうか。解決策として、まずは二酸化炭素がなくても育成できる水草を選ぶと良いでしょう。先ほど紹介したミクロソリウムやアヌビアスなどは、二酸化炭素を添加しなくとも問題なく育成することができます。使用できる水草は若干制限されてしまいますが、 CO2 添加を必要としない水草を選ぶことができれば、全く問題なく水草の育成を楽しむことができます。そしてもう一つ、丈夫フィルターの排水口を加工するという方法があります。丈夫フィルターの排水口は飼育水を落として水槽に戻す仕組みになっていることが多いですが、この排水口に配管をつなげるなどして飼育水を水中に排水できるようにすれば、二酸化炭素の放出を抑えることができます。またポンプからフィルターへ水が流れる部分も空気にさらされないように、すべてウェットろ過の仕組みに加工することができれば、さらに二酸化炭素の放出を抑えることができるでしょう。加工とかよくわかんないという方、トロピカでは丈夫フィルターの特注製作も行っております。生態の飼育にも水草飼育にも使うことができる丈夫フィルターをお探しの方は、ぜひお気軽にご相談をお待ちしております。丈夫フィルターを用いるデメリットと解決策に、照明が遮られてしまう。もう一つのデメリットとして、丈夫フィルターは照明を遮ってしまうということが挙げられます。丈夫フィルターを設置してしまうと、その下には光が行き届かなくなってしまうので、その部分には水草を植栽することができません。丈夫フィルターは水槽の後方に設置することが多いので、照明がよく当たる水槽前面の部分のみに水草を植栽することになるでしょう。例えば奥行き45センチの水槽であれば、後方半分は丈夫フィルターで覆われてしまうので、水草を植栽できるのは前面20センチ程度だけです。この部分だけでレイアウトしてみても意外と綺麗にできてしまうんですけれども、せっかくなら水槽の奥行きも生かしてレイアウトしたいですよね。ということで、このデメリットの解決策としては、水槽の奥行きを広げるという方法が挙げられます。丈夫フィルターのサイズはある程度決まってしまっていて、奥行きの短い丈夫フィルターを特注で製作したとしても、レイアウトの幅は広がりますが、ろ過能力が低下してしまうので、あまり得策とは言えません。そこで丈夫フィルターではなく、水槽の奥行きを広げるという選択をお勧めします。例えば奥行きを60センチに伸ばすことができれば、仮に丈夫フィルターの奥行きが20センチだったとしても、残りの40センチの部分を使って奥行きのある美しいレイアウトを組むことができます。また照明を設置するスペースも増えるので、光量を増やすこともできます。なので水槽を置くスペースに余裕がある場合、水槽の奥行きを伸ばす方法はかなりおすすめです。もちろんこの方法は強い光量を必要とする水草を育てたい場合の方法であって、アヌビアス7など低光量で育てられる水草は丈夫フィルターの真下でも十分きれいに育てることができます。ということで、いかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。今回は丈夫フィルターで水草水槽を楽しむ方法について、おすすめの水草5種類と具体的な方法をご紹介しました。丈夫フィルターを使った水草水槽におすすめの水草はこの5つ。 1. ミクロソリウムプテロープス、 2. アヌビアス7、 3. アヌビアスバルテリー、 4. クリプトコリネ、 5. アマゾンソード。そして丈夫フィルターで水草水槽を作る際は、次の2つの問題点をクリアする必要があります。 1. 二酸化炭素が放出されてしまう。 2. 照明が遮られてしまう。こんな感じでした。いかがでしたでしょうか。
今回は上部フィルターで水草育成をする方法から、本格的な水草水槽を上部フィルターで楽しむプロならではのくろうと技を紹介させていただきました。上部フィルターで水草水槽は確かに難しい点も多々ありますが、今日紹介した方法を実践することで上部フィルターでも十分水草水槽を楽しむことができるはずです。この動画を参考に、ぜひ皆さんも上部フィルターで憧れのネイチャーアクアリウム水槽にチャレンジしてみてください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックをしばらくの間週に2回発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。